県内では今日新たに千九十三人の新型コロナ陽性が確認されました。県は今日新たに千百六十六件の検査があり。千九十三人の陽性が確認されたと発表しました。現在三百二十七人が入院していて、病床使用率は五十六点八パーセント。重症の人はいません。自宅療養者は一万二千五百八十四人です。 またおとと、一昨い県内の医療機関で入院していた九十歳以上の軽症患者一人が亡くなったということです。今日の陽性者を市町別に見ると、佐賀市で三百四十三人。鳥栖市で百三十九人。今万里市で八十人。唐津市で七十六人。宮城町で五十四人などとなっています。一方、年代別では、十歳未満が百七十二人。 10代が137人、20代が110人、30代が186人、40代が159人などとなっています先週、県内ではこれまでで最も多い1万220人の陽性が確認されました1週間の陽性者が1万人を超えるのは初めてで7週連続の増加です先週は 1>, 1万4146件の検査があり陽性率は72.3%でした。